ヨハン・ハインリヒ本中年ヨハン・ハインリヒ本中年はドイツの経済学者、地理学者。代表的著作、孤立国によって経済地理学における先駆的な業績を残し、フェルナンブ・ローデルに19世紀の最も偉大な経済学者としてマルクスと並ぶ位置を占めると表せられた。中年は北ドイツのメクレンブルクの地主であり、孤立国の第一巻では経済地理と 空間経済に関する最初の本格的な分析を時代の理論と結びつけることにより行った。こうした分析を行う方法論の開発は土地利用パターンの予測そのものよりもより重要な彼の功績である。1783年、当時存在した両方国家、オルデンブルクのバンガーラントにあるバッテ・ワルデンで農場の死の息子として生まれる。 ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンで短期間学んだことはあったものの、ほとんど農場主として働いた。1810年には、ロストック郊外の農村地帯にマナーハウス、テロー農場を購入し、移住。中年没後100年以上経た1972年3月には、この農場の一部に、中年博物館が作られた。そして、このテロー農場での農場を経営者として、 緻密な収支計算をもとに出版されたのが、農業と国民経済に関する、孤立国、国家、土地越え力及び租税が、農業に及ぼす影響に関する研究である。この功績によって中年は、1830年に、ロストック大学から名誉博士号を授与された。1850年9月22日、テロで死去。アンタースシュンゲン・ウーバーでナインフルス。 デンダイゲッタリードプライズ、デアライヒサムデゾデンズウントダイオブゴベンアウフデン、アルバウアウスベン、1842彼の孤立国の理論の中で、彼はアダムスミスの経済人、すなわち農民は彼の農場から上がる利益を最大化することを期待するという着想から出発した。中年は地主としてそのような収益は、 土地の表面の最適な利用法という総人に依存することを知っていた。利益に対するこの二つの変数の影響に専念するとき他の要因を取り除くことは禁質な、そして孤立した国、すなわち中心にあるただ一つの支配的な市場を持った国際関係のない円形の全く拡大することのない平面に帰着着する。穀物は固定した市場価格を持つ。 唯一の農産物である。周囲の田園地帯の経済は、各産業がそれによって、最適な利益をもたらすようなやり方による、経済行動に応じて、再配置されなければならない。この着想のもとで、工業化の前に作られた、中年の農地モデルは、以下の単純化の過程を設けた、この時、ある土地の利用法は、市場への輸送費と、農民が支払うる時代との関数によって、 表現される。農場から市場への輸送費は、市場からの距離及び生産物の重量に、性比例する。一方で商品を販売した時に農民が、支払い得る時代は生産された場所に関わらず、一定であるから、同じ作物を一旦異面積の農場から生産した時の利順は、市場からの距離の増加につれて減少するであろう。中年圏のモデル、中央の国典が、都市、 1>, 1は、落農と、園芸農業。2は、林業と新炭業。3は、国策、畑作農業。4、牧畜。さらに外側の小緑は、農業が採算性を持たない原野を示す。彼の分析では、こうした、家庭の下で行われる、孤立国での農業活動は、都市を中心とした四つの同心園。いわゆる、中年の輪で表されることを明らかにした。 都市に隣接した落農業及び集約農場。野菜、果物、牛乳やその他の乳製品は市場で速やかに取引を行わなければならないため、これらは都市に隣接して生産されるだろう。二、材木や焚木は燃料や建築資材のために第二の輪の中で生産されるだろう。木材は暖房や調理の燃料のために非常に重要だが、 非常に重く、輸送が難しいため、都市に近接したところに位置する。3. 第3の帯域では、穀物のような広範囲の畑作物からなる。穀物は乳製品より長持ちし、燃料より、はるかに軽く、輸送費を減少させるため、都市からより遠いところに位置することができる。4. 牧場は、最後の輪に位置する。動物は、自己輸送をできるため、 都市から遠くても飼育することができる。動物は販売や屠殺のために中央の都市まで歩くことができる。5. 第4の輪の外には荒れ地が横たわるが、これはいかなる種類の農業生産にとっても中央の都市からの距離が大きすぎる。中年の輪は産業革命が地面の上のパターンを汚す前の欧州の経済史と欧州の植民地主義を明らかにした。 フェルナン・ブローデルの文明と資本主義のような経済史に対して特に有用であることを示した。中年は上記の結論を都市からの距離と一時代の推移を分析することにより導き出した。一時代とは中年による議論の中で用いられる用語だが土地の価値と等価であると理解されている。それは農民が損失を出すことなく、 土地を使用するために支払うことのできる最大額に相当する。それは以下の方程式で定義できる L イコール Y イドフここで、例えば1000トン平方キロメートルの生産量、市場において1 0 0 d m t の固定価格を持つ生産物の一時代を取り上げよう。生産費と輸送費はそれぞれ5 0 d m t と1 d m t キロメートルとする。 この時、市場の近傍では輸送費は例であり、一時代は収入から生産費だけを取り除いた額に等しいから、5万 DM 平方キロメートルである。一方で市場から離れていくと輸送費がかかるようになっていくため、一時代は市場から10キロメートルで4万 DM 平方キロメートル、市場から30キロメートルでは2万 DM 平方キロメートルと減少していく。 そして格農民が農地に対して支払おうとする金額は縮小し土地の価格は結果として下落するだろう。ある作物を生産した時の一時代はこのようにして求められるが中年はある作物の作付けは都市からのある距離内においてのみ有益であるつまりその生産が有益であるような市場からの距離が存在すると結論した。これは都市からの距離が増していくと 時代を全く支払えなくなるまで輸送費が増加するか、または他のより低い輸送費を持った生産物があったならば、そちらの作物を生産した時に支払える一時代が、ある作物を生産した時の一時代より高くなることで、土地へのコストがその作物を生産するのに対してかかりすぎるようになるからである。例えば、上述の作物を作物一として、 もう一つの作物として1000トン、平方キロメートルの生産量、市場において 80DMT の固定価格を持つが、生産費という商品がそれぞれ 40DMT と 0.5DMT キロメートルである作物にお考えよう。この時、一時代は、市場の金傍で4万 DM、平方キロメートル、市場から10キロメートルで3万 5000DM、平方キロメートル、 市場から 30km では 25000dm 平方 km となる。この時、作物1と作物2の1時代を比較すると、市場の金棒 10km では作物1の方が1時代が高いが 30km まで行くと作物2の1時代が逆転している。ここで各地点において最も高い1時代を支払った農家がその土地で、 作物を生産できるとすれば、10km と 30km の間のある地点までは、作物1の方が1時代が高く、それより遠くでは、作物2の方が1時代が高くなるため、都市から 20km 地点までは、作物1、その地点より遠くでは、作物2が生産される、同心円状の土地利用パターンが実現する。また都市から 80km まで行くと、 作物2の1時代は0となり、それより遠くでは、農家はもはや1時代を支払い得ないため、作物にも生産できる距離が決まっていることがわかる。中年は輸送費を直接市場に返したので、孤立国においては、環状の土地利用体中年の輪が実現する。地理学における他の多くのモデルのように、中年のモデルは、その限定的性質から頻繁に批評された。しかし、 そのモデルの基礎的条件は、それぞれの場合の現実のわずかな修正により、禁じさせることができた。円形のパターンは、ただ一つの市場と中心から走る、排他的な輸送費の勾配に期することができるが、これは、多くの考えうる期科学的な初期状態のただ一、例に過ぎない。もし他の自然の風景や輸送ルートが存在したならば、土地利用体は、島上に形成されるだろう。 もしいくつかの市場が存在したならば、利用体のグループが各市場の周囲に形成されるだろう。この論に対する正当な反論は、いかなる生産利順もないことに対しての論求である。中年の理論では、異なる農業的利用は、その生産物特有の供給、支質関係から生じる最適な位置をめぐって競争する。競争力は、一時代を通じて、 間接的に測定可能になる。しかし、生産費とその一特有の輸送費を控除した後は、市場利益はもはや残らない。中年のモデルは農民たちの間での完全な自給自足という考えに通じる。中年の経済時代という着想は他の特性を無視してもっぱら経済的に合理的な地殻に支配された大域の利用を説明することを試みた。 可能な消費者が最終的に位置の選択について決定的な役割を演ずる。それと同時に可能な定時の利用域分割に通じる全ての潜在的位置の評価が解き放たれる。しかし、この単純に展開された空間、レストランモデルは費用に打ち勝つ空間の変化に敏感に反応する。しかしそれにもかかわらず、これは地理的な問題や方法論において、 その普遍性により高い価値を持っている。また経済学においてはこの業績は長い間忘れ去られていたものの、ウォルター・アイザードやウィリアム・アロンゾ、エドウィン・ミルズらによって、都市を都市内の住民が通勤する地点に輸送費を通勤費に置き換えることで、中年の時代を用いた理論は都市内リッチの分析に対しても有効な分析手段となることが示された。 こうした分析は都市経済学として経済学の一分野を形成し、1970年代以降多くの研究が行われている。また彼の時代の議論は古典派経済学の前提に基づいて行われているが、デイビッド・リカードの差額時代論を推し進め、現代的な経済学における限界生産力理論に通じる最初の理論の一つであると考えられている。一方で、 経済学の立場からの中年の孤立国理論に対する有力な批判としては都市、すなわち市場の存在を自明のものとして取り扱っていることが挙げられる。つまり彼の理論では都市の周辺における農業土地利用パターンがどのようにして発生するかは説明しているものの、そもそもなぜそこに農作物を販売できる都市が存在するかということは説明されないのである。 この点を説明する理論としては、1990年代以降空間経済学あるいは新経済地理学と呼ばれる分野が展開されており、都市の存在と都市周辺での農業立地がいずれも経済システムから内政的に決定されるような理論も開発されている。ありがとうございます。